しそろそろ戻ってきたかなというわけで、続きをに行きたいと思います。もうあの通りに渡らないいやでもチュンチュン行ってるもんな。なんかあーこれは完全に、おっと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 、どうしようかな。先に記録やっちゃおう。そういえばレベル結構上がった気がする。14です。でもう少しで上がりそうなのか。あ、無敵時間の間に開けるとこ無理だったかな。無理か。タン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 、ん？ん？てかキノコ意外と強いから犬からやってみようか。やめてー。タンタンタン、ん？タタタタ、ん？よくわからない。はあ、なんだろう。なるほど。ちょっと使おうかな。あ、イルカの自骨忘れてた。売るの。ロールパン、うん、ロールパン。や、焼き芋でいいや。はい、次。おお、いっぱいいる。あ、マジックバタフライ。なん、どうした。ん、何それ。ん、何それ。なになになに。女物らしい服は脱いである。クマトラこんなカラーリングじゃなかったっけ。てかこれ、おお、と一緒だ。でもピーピーピー、ない、使ってないからな。おおなんだ。はい、今右下なんかいたよね。え、あれは、あ、カエルか。セーブポイントね、多分。はい、自分の名前に誇りが持てませんはい、上に行ってみようか。あ、うん、あー、はい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 。あれ、やっほー。いやー、真っ裸なのに。あら、あなた3年くらい前にエオリゼちゃん事例あった子ね。ほら、ドラゴン大地にお母さんの仇を討ちに行くって言ってた。え、違うの？本当？おかしいわね。私はマジプシーのイオニア。そう、マジプシー。こっちはマジックバタフライの群生地。PSI を使いすぎちゃって疲れちゃった時に私よくここに癒されに来るのよ。私も、あなたも PSI を使いすぎてここに来たの。もしかしてこれ教えてくれるやつ。だってクラウスを教えてもらったって言ってたよね。おかしいわね。あなたからはマジックなパワーをな感じがプンプンするのよ近いわ。何、待って、ちょっとだけ我慢してね。え、何されるんです。暴れないの。ちょっとぐらい我慢しなさい。何されちゃってるの？もう！もうちょっとよ。オッケー！何覚えたの？何か目覚めました？
ライフアップアルカ、アルファ、ヒーリングアルファ。オフェアップ、オフェンスアップってこと。そしてリュカの心の奥底から力が磨きった、磨きってきた、もしかしてリオグランデですか。来ました、リオグランデ。リュカは PSI が使えるようになった。まあなんてこと、今まで私たちマチプシーさえも誰も使うことができなかった PK イオグランデを使えるようになるなんて。あなたったら、どこから来てどこへ行くのか知らないけれど、あなたとはまた会うかもしれないわね。ゆかです。ああ、あれですね、先に出てって言われですね。あ、お話ししなくてよかったかな。はい、 PSI をついに覚えました。60回復の1人のステータスを1つ回復する。オフェアップ、全体に大きなダメージを与える。これ1つ回復って何。あー、何でも全部のやつから1つ回復してくれるんだ。で、複数かかってるときは一番古いやつがなるのかな。で、ベータ以上になると2個3個って増えていくのかもしれない。そういう感じか、多分。おお、なんだ、看板に落書きをしないでください。なんか線路ずーっとまっすぐに来ちゃってるけど、もしかしたら途中宝箱を見逃してるかもしんないな。チュンチュン、はい、ダッシュでぶつかれば弱い敵と吹っ飛ばせると気づいてました。マジ、へえ、知らなかった。あ、戦ったことにはならないんだ。ここで電車来たらやばい。バシリ玉すごいいっぱいあるんだけど。あ、あー、危ない。あ、なになに、何の力、誰の力。あ、もしかしてさっきの人かな。いや、違うか、自分たち。あれ、どういうこと、なんかいる。牛蛇増やしてます。見かけたら近寄らないで、遠巻きに眺めましょう。あれか。あ、待って、ちょっと待って、暴れないで。こうか、ロールパン。これは美しい汗をかこう。飲み取りパウダー、あ、もういっぱいじゃん。飲みがついたらこれ、なんと。あー、イルカの耳骨が邪魔だ。よいしょ。おーっと、危なっ。ここが電車と。マジ？すっごい。あ、ブッチ。仕事なんてやってられないよな。早く夜にならねえかな。そしたら秩父行けるもんな。夜になったら秩父行けるんだ。よし、じゃあセーブします。なんて出るかな。工場。そのままだった。
この子も牧場の子じゃないっけ。リュカじゃないか。工場で働くのは楽じゃないけど、クラブ秩父のたたけももらえるしさ、いいことあるんだよ。これ何？自動販売機。きっついそうだ。干し肉安っ。いいね。目薬持っときたいね。どうする？すごいチュンチュン言ってる。というわけで目薬1個買ったんですけど、あるし。ああ、ありがたい、超ありがたい。ちょっとこれ預けとこう。あ、しかも早い。なぞなぞカード、今から人間の敵出てくるかな。癖のあるチーズね、多分好きじゃないと思うんですよ。だから今は預けとく。大人たちが来たら持とうかな。ダスターとかね。よし、超ありがたい。秩父、あ、ここ秩父。これはてか今から秩父行っていいの？ここ行ってみようか。じゃあ、うわ、なんだ、リュカか。工場に用事があるのか。働きがあるんだったらきっと雇ってもらえるよ。この粘土人も働けるの？ここで働いてるやつが一日疲れを癒しに行く。とっておきの場所。働いてもいないやつが行くような場所じゃないんだ。どうしても行きたいならここでバイトすればいい。どうだ、バイトしていくか。はい。仕事は粘土人運びだ。まずずっと奥まで行け。はしごがあるからそれ降りて地下に行くと粘土人たちがいる。そいつらの中にエネルギーが切れかかってるやつがいるから上まで連れてきてくれ。1体ずつ運んで3体運び終わったら終了だ。ふんふん、はい。ああ、お前の背後の後見人というかプレイヤー様の名前だよ。アルファベットでビシッとかっこよくない？あれ、これあれとは違うのかな。もう 2回やってるよね。2回やってこれ3回目じゃない？ OK でーす。さやかはさやかって読むんだよな。そうですはい、さやか様、分かった、登録しておくよ。いいか、お前が悪いことするぞ、さやか様に迷惑がかかるそんなことないよりか、自分のしたいことやっていいんだよ。はい、待て、犬には犬の仕事がある。なんと、犬は犬よ。お前は先に行って先輩犬の指示を聞け。ごめんねー、やらせちゃって、ごめんねまさか散歩に行くだけだったのにね。燃料が切れかかってる粘土人は見た目ですぐわかるって、なんだろう、怖い狂気を感じるんだが。はい、あー、へー、え、怖いね。ヨーネルって誰だっけ。あーバウアウ、新入りの黒いやつうるさいな。静かに仕事しろよ。なん愚痴でも言ってんの。ワン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 、たまには運動もいいねああそういうことね。掛け声がすごいうるさいってことね。あ、入っとこう。はい、でこれで地下に行く。あれ、これエレベーター使わせてくんないんだ。
ファイト君、エネルギーの切れたレンド人はリフトの上に送るからな。ここまで連れてきたら俺に声をかけてくれ。ボーン。3体ね。何の音だ？掘ってる音なのかな。この子は元気そう。この子も元気そう。もう広いのかな。あ、そういえばもらってたね。ん？でも粘土人のマークがあるけど、こんな、あー、この子元気そうじゃない。全然よれてる、へたってる。赤いのがないね。あ、この人ってあれじゃん、一番最初にさ、フリントフリント火事だよって言ってた人じゃない？リュカじゃないことにして。うんうん。え、でっかいドラゴンが地下に埋まってる。あー、やっちまった。僕のミスで粘土人を壊してしまった。ロープウェイ、とりあえずこれ持っていこう。もうよいしょ。お、なるほど、こういう風に運んでいくのね。よいしょよいしょ。何を思ってるんだろうね、この粘土人は。おお、されてるーみたいな。粘土人な、だってこれ生きてるのかどうかすら怪しいし、エネルギーって言ってたから機械ではないよね。まあ PSI とかがある世界観だし、なんかマザー1、2と違ってさ、ファンタジー感すごいからさ、まあ何があっても不思議じゃないんですけど。というわけで持ってきたよ。ここでいいのかな。ほい。ふぅ。他にいなかったけど、向こうに行ったらまたへにゃってなってる人いるのかな。バンはえ、これはもうどこに持ってくって、ここに持ってこいって言ってたから入り口だよね、多分。入り口でなんか、あ、はい、ここでいいんだ。なるほどね。え、右のやつも手遅れなんじゃない？おぉ、元気になった。おぉ、元気すぎ。うん。初めての曲、曲っていうか SE なのかな。じゃああと2体もあのカットマジエで、うん、マジマリあ、これじゃん。ん、これじゃん。いきなり来た。お、やったー、終わりー。アルバイトが終わった。初めてのアルバイトじゃないの？そんなことないか、家の手伝いしてるよね。お、お疲れだったな。今日一日しっかり働いたご褒美だ。チケットを手に入れた。お金ではないの？あ、ニット、あ、マジ200もくれる、ありがとう。なんかどうだった、ワンワン。話せないのかな。意外といい人っていう。グーグー、むにゃむにゃ。はっ、いけねえ、こんなところで寝ちゃった。いわゆる立ち寝ってやつだ。起こしてくれてありがとう。というわけで秩父に行きたいと思います。ここで
ベースを弾いてる人がダドリーじゃない、ダスターじゃないかという話なんですけど、まさかの敵っていう。痛すぎない？おお、目に優しい。あ、レベル上がったね。地図はなし。ああ、あれはキマイラだからダメだね。てか、モグラこんないい曲なの？あ、もう忘れてた。なんかね、リズムバトルね、気にしすぎたらね、戦闘が楽しくないんだけど。私だけかな。カフェみたいな感じ？ロープウェイ、あ、ロープウェイに乗っていくみたいなこと言ってたね。この辺の地図広い。ちょっとロープウェイに乗る前に探索しようかなと思ったけど、てかさ、今更ですけどシンボルってさ固定なんだね。そんな気がする。お、ここ行き止まりっぽいから来てみたんですけど、ん？なに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 ？花火？すごい綺麗。打ち上げ花火。何やらどうでもいいことが書いてあるが、どうでもいいことなので読まなかった。魚マークみたいに見えるけど、すごい。あ、おお、ダスター。もうなんかもうダスターが中身になる気しかしない。この壁、じゃあダスターが来たらここを探索することになるんだろうね。じゃあおとなしくロープウェイに乗ろう。私この曲結構好きなんだけど。あら、そっか、レベル16。リュカがいい感じに HP が上がる。あの豚3匹のやつ戦ってないけどいっか。はい、あ、チケット見るの忘れてたな。キノコ食べればよかった。夜か。こっから竜参り村見たら綺麗だったりするかな。でもそこまで都会じゃないから、夜景っていうほど夜景でもないか。あ、これもしかして望遠鏡じゃない？双眼鏡。人覗き HDP。持ってない。HDP すら持ってなかったんで覗けなかった。大抵の人は持ってないんだろうね。ああ。なんかと思った。パーン。綺麗。あごんだ。そうか。あ、カエルだ。引き出す。あの像はなんだ？うにゃ。はい。ジロー。おう。ん？あ、私が動かしてるわけじゃない。ほう。だったんだろう。